湘南ベルマーレ5番田中です。それと田中の後玉大橋です。お願いします。後玉なんですか。後玉、お願いします。後玉じゃない。今日はこの前の スーパーゴールのゴール解説お願いします。MC になった。はい。こちらは使わない。一旦小野瀬から縦、そして大橋だ。大橋抜ける。大橋のシュート強烈。見事炸裂。大橋。まずあそこのポイントは何ですかね。見ててどうでした。見ててやっぱ、まあ、打った瞬間に入ると思いましたね、うん、おあの腰のひねりとありがとうございます。力みすぎずのシュート、ありがとうございます。コツは何ですか。いやミドルシュートあんま得意じゃないから、はい、分かんないです。じゃあゴールを取れる秘訣は何ですかね。たま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 っすか、うん、今でもゴール量産してる大橋選手ですけど、俺も点を取りたいんですけど、はい、どうすればいいですかね。俺はシュート打った。シュート打ててないです、なかなか。それがダメですか。いやミドルシュートいっぱい打ってるやん、あの練習で。あ、練習では、はい、でもなかなか入んないんで打ちづらいところはありますけど。いや田中君はそれ以外スーパーの活躍をしてるからいいじゃないですか。本当ですか。おい、エースにエースに言われて嬉しいです。復帰して2戦120分で16キロ以上走ってたらしいじゃないですか。はい、すごいですね。ありがとうございます。走る秘訣を教えてください。まあ寝る、寝る、よく寝る、はいはいはい、よく食べる、よく食べる、よく寝る、はい、よく笑う、よく笑う、笑ってる、はい新加入選手。あ、新加入選手、ソロアキラシルバーのアキラくん。アキラです。これ何、この前の試合の振り返りどうですか。大橋くんのゴール。いやもうスーパーでした。スーパーでしたか。ありました。田中くんまたその試合でも一番走ってたじゃん。いやなんか田中なんかシミュレーション良かった気がするんだよ、はい、あ、それちょっと、はい、反省点です。あ、なんかもうさ、やられる前からもう飛んでなかった、なんか何回も何回も、はい、モノクロのジャンプみたいな、はい、モノクロのジャンプみたいな、はい、モノクロのジャンプみたいな、わかる。広島の選手にも怒られました。怒られたの。はい、反省してます。誰に、誰に。お前そんなこと海外で学んできたんかってこれ使う、これ使う、はい、これ良くないよ。でもこれ、でもこれ、うん、でも大事ではあるよ、その、はい、あれだよね。いやでもそれもサッカーだもんな。マリーシアだよ、マリーシア。あ、マリーシア。それも含めて勝ったってことでしょ。じゃあ次の試合に向けて意気込みお願いします。なんでお前映ってない。いや最後フォワード、それか、どうですか次の試合。アベックゴールで勝ちたいと思います。はい、始めましょう、始めましょう、応援よろしくお願いします